そう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 。これ。やめたそうですね。確かに。あ、俺ちょっともう手握ってるね、ミチ。ミチも握ってる。両手。これ握ってますね。無意識で握ってるね、これ。これは賛否両論でしょうね。本当の意味で一瞬で燃え尽きた男。はい、これは間違いない。なるほど。賛否両論ありますね、これは。おいちょ。おいちょ。今村選手にポリティカルインストラリア、This is ケリーコレッジ。やっぱ気合い取ってますね。やっぱ今日のお題聞いたらもう気合い取るしかないですからね。キャンプ好きともです。お願いします。お願いします。題して、日本人が知っておくべき新三大プレミアリーグの一瞬で燃え尽きた一発屋たち。久しぶりですね、新進三大ね。1年ぶりだよ。1年ぶりですね。映像が入るから、はい、著作権ファイトが多いんだよ。そうですね、毎回苦労してるイメージがありますね。まだ一発屋ですよ。いやー、これ一発屋って聞いて僕は定義が難しいなって思ってるんですけど。そう、確かに、はい、ただやっぱ一発屋ってね、どのジャンルの一発屋でも面白いからね。はい、そうなんです。まあ、で、あとその賛否両論あるところも一発屋の美しさだと思うよ。そうですね、まあ、一発屋に外れはないですからね。まあ、ある意味ね。ある意味当たってますから、はい、1回は。とりあえずプレミアリーグの一発屋、はい、とも一人挙げるとしたら一人か。いやー、超むずいな。これマジで賛否両論かもしれないですけど、遅咲きで一瞬で輝いたといえば、僕の中では1年目のバーディーは一発屋感が漂ってたんですよ。バーディー一発屋感、はい、いや、そこは賛否両論じゃないですか。だから今も活躍するとその当時全く思わなかったんですよ。定義ですら賛否両論の一発屋。いやー、わかんないっすよ。だから一発屋って一発でかい花火を打ち上げたってことですかね。今回ね、3人いるんですけど、はい、3人の中でも違うタイプの一発屋がいるんで。なるほど、ちょっと楽しみですね。まず1人目は元ポーツマス所属、ベン・ジャーニー選手です。ベン・ジャーニー覚えてますか？覚えてます、覚えてますよ。まあ名選手、名選手、彼はですね、1978年ジンバブエ出身の43歳、188センチフォワード、現在引退しております。はい、プロ通算325試合、64ゴール15アシスト、ジンバブエ代表44キャップ。主な移籍歴として、2006年にオセールからポーツマス、鉄筋5億円で、2008年1月にポーツマスからマンシティに行ったと、うん、記憶は何かありますか？顔というか、この髪というか、記憶はありますよね、はい、やっぱり。そうだ、うん、髪ね、うん、はい、髪ですよね、どっちかっていうと。この人ね、キャリア見てみると、まあ、こんな感じで、はい、まあ、この前はアフリカでやって、オセール行って、ポーツマス行って、シティ行ってみたいな、はい、ここ見てほしいんですけど、まあ、こっち試合数ゴール数ですね、はい、まあ、こうずっと1桁オセールで、まあ、1回2桁、はい、だここですね、ポーツマスで23試合12ゴール、うん、でその後1月にマンシティに行くんですけど、はい、その後はベンジャニー選手って、あんまり記憶にないんですよね。あ、そう、はい、あの、 なんとなくこんな顔の人がいたっていう、髪の人がいたって、はいはいはい、まあ、それなりにガタイが良くて、あの、そう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 、っていうイメージはあるんですけど、うん、なんかこうそんなにパッとしなかったっていう。ああ、まあだから、こもう言ってればこの半年だけだから。そうですよね、なんか活躍したの、うん、まあ、っていう意味での一発屋ですね。確かに、もしかしたら僕の記憶にある一発屋はマジでレジェンドたちで、そう、本当の一発屋は僕の記憶にはちょっと残ってないのかもしれない。そうだね、忘れちゃってんだよ。これ一発屋感あるでしょ、この数字は。この数字は一発屋ですね。だってストライカーなのにあんま決めてないからね、ここのね、ここもこの人の27試合2ゴールとかね。この人ストライカーっていう、なんか前線に張ってるっていう、そんなイメージがあるんですよね、はい、そうだね、うん、で、まあとりあえずこの6ヶ月爆発して、はい、タクシーマンシティに行って、はい、またベンジャーニーに戻る。これ、これですね。真ん中ですね。でかいよな。こうですね、前に張ってる。そう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 。これ。こんなことできたんだ。そう、俺もあれを覚えてない。俺はでかかったってだけイメージ。ちなみにこれ、この試合7対古き良きデビッド・ジェームズ、いいっすね、こういう、こういうキーパーでしたね、はい。ハライデス、
アイスランド人、スウェーデン人、コントーチはやっぱりダサかっこいいパフォーマンスね。確かにそうだね。みんなやってるよね今。やっぱちょっとだって僕らが大好きなあのロビーキーも、ね、確かにやってた、ね、来ました、ベンジャーニ来ましたね。あ、いいですね、いいですね。体切れてますよ。来た来た来た、ダッセパフォーマンス。ライオンとかやばい。ジェームズ暴れてますけど、ジェームズがいりゃこういう試合になんだよね。そうですね、もう打ったら入っちゃうって感じだよ。ああ、わあ、いい、いいな。レーディングですかね、レーディング。ムンタール。これですね。出た。か、そう、こういうのもやる。スーパーストライク、左足。これはでね、まあ、当時はちょっと今振り返ってるんですけど、はい、2008年1月ウィンドウ最終日でシティ席が決まるんですけど、はい、シティは負傷でフォワード不足でメディカルチェックなしでベンジャニと契約すると。そんだけバタバタしてた。当時ベンジャニこう語ってます。シティは新しいフォワードが必要で僕に打診してきた。僕も大きなクラブへ行きたかったのでパーフェクトだった。ただあの移籍は急すぎて自分の意思愚か、レッドナップ監督にも相談する時間がなかった。奇妙な遺跡だったが、フットボールにはそういうこともある。めちゃめちゃ本当に急いでたんですね。今じゃ考えられないぐらい急いでますね。いや、メディカルチェックなしはさすがにないよね、もう。ないっすよね。で、実際左足怪我してたんだって。あ、そうなんですか？左足痛かったらしい。で、本人もちょっと迷ってたらしいんだよね。ポーツマスで、まあ、大活躍してたから。そうですね。ただ多分結構給料は上がっていって、まあ、うまくいかず。はい。まあ、でもなんか後悔したみたいな話は一切してないけどね、ベンチャーに。うん、いいんじゃないですか、はい、いい選択肢だった気はしますけどね、やっぱり、うんうん、選手としてステップアップですし、タクシーの1年だから、まあ、この半年後ロビーニョとか、はい、テベスとか、はい、アデバイオルとか来て、うん、自然消滅していくんだけど、はい、まあ、でも本人は一切後悔してるとかはなくて、ただもうバタバタで移籍だったと。ベンジャーニ選手でした。ベンジャーニ選手ですね。では2人目、元スウォンジー所属ミチュー選手です。この人はもう真っ先に出てくるじゃないですか、一発屋候補。プレミアリーグの一発屋って言ったら多分一番ポッと出るのにはこの人かな、はい、うん、そうですね。この人は1986年、スペインオビエド生まれの35歳、186センチフォワード、現在引退。ちなみにあの全員フォワードです。一発屋そうなんです、まあ、一発屋になりやすいよね。なりやすいですね、数字が物語りますからね。そうそうそう、ゴールって分かりやすいからね、パフォーマンスが、はい、プロ通算290試合78ゴール17アシスト、スペイン代表1キャップ。いやー、一発屋ですね。一発屋、綺麗な一発屋。1ですね、1。あ、いいですね。ダビド・ビジャの、サブで入ってきたらしい。で、主な移籍、2012年4月、セルタ・ビーゴからスポンジーに移籍金5億できたと。この人のね、まあ、スタッツこんな感じですね。まあ、ずっとスペイン、4部、3部で、下積みして、2部、2部、2部。で、ラージョっていうところでラリーがデビューして、こう、花開くと。うん、で、スポンジーに来て、素晴らしい成績を残して、はい、終わってしまう。そうですね、見事一発ですね。経歴を見ていくと、やっぱりこう一発になるにはこう下積みをきっちりして結果を出して、うん、そうだね、前年ちょっと出して次ドンで、はいはい、ドンでふわって終わるのがこの一発屋だと思う。この階段でさらに上行く人と下に落ちる人の、はい、ここの境目っていうのが一発屋の特徴な気がしてるんですよね。確かにね、はい、バーディーとかはもうそのまま行っちゃった人たち。バーディーは本当のレジェンドだった人たち、うん、だからミチューは一発屋だった。35試合18ゴールですからね、素晴らしいですよ。スワンジーなんか多分12位とか、はい、今で言うノリッチとか、そノリッチ、まあ、ノリッチなんかボーマスとかね、ボーマス、フルハムとかそんな感じですけど、まあ、これトレードマークね。フィニッシュ。レフティね、長身レフティ。いるかありますよね、長身レフティ。長身レフティ、長身レフティ、多分右でも結構走れてるよね、はい、アンディ・キャラルあんな走れないよね。いやいや、もう出たての頃はちゃんとやってました。あ、そう、はい、怪我か、舐めない
舐めないと。すいません。ほら、これできないでしょ、キャロル、今の。これはできない。今のできないよね、あのタッチは。これはできるけどね、キャロル。ファンにしてる通りじゃないですか。 あれができるのってやっぱり素晴らしいね。うん、ほら、あ、キャロルこれ。あ、出ない出ない出ない、これはファンにしてる通りです。やっぱまあスペイン人というか、はい、テクニックってちゃんとあるよね、当たり前のように。そうですね。でもこれは確かにもっと点を取れるそうっていう感じはしますけど、うん、ね。これは今こうまとまってるからかもしれない。あ、はいはい、確かにね、じゃないよな。そうですね。あー、いいですね、すごくいいですね。これは欲しくなりますね。出た、金マン。金マンクラブの本性。あ、ちょっとそろそろ反省しないと。もう欲しがらない、決めたんですか。いや、ミチは欲しい、欲しいよ。これはちょっとな、欲しいな。ちょっと欲しい、ニューカッスルさんに。これは欲しいですね。まあまあ、ハイライトとはいえ、いい選手ですよね。はい、だからジョエリントンがこうなる予定だったんですけどね。ああ、はいはい。うん、まあ、それなりの上背で、タッチやって、走れて、そうです。フィニッシュ、ヘッド。フィニッシュできた。あれだけ見ると結構パーフェクトだよね。パーフェクトですね。とても一発屋に見えないですよね。そう、それでスペイン代表、まあ呼ばれるわな。呼ばれますね、これは。あ、スペインにいないもんね、ああいうタイプ。はい、ジエゴコスタじゃないですか、この次はもう。ああ、確かにね、うん、そうだな。そういうタイプですよ。そうっすよ。だからここら辺で、まあ、遅咲き26歳で、はい、スペインデビューして、はい、じゃあ何が起きたのか、はい。元チームメイト、ジョン・ジョー・シェルビーがこういう証言をしてます。僕がスウォンジーに加入した時、ミチがチームの中心だった。半年しか一緒にプレーしなかったが、フィニッシュは超一流だったよ。だが僕が加入した1週間後、ウィルフレッド・ボニーが来た。彼はそれにショックを受けたのかもしれない。ボニーはフィテッセで30試合31ゴールを決めてビッグマネーで移籍してきた。それからミチはうまくいかなかった。愛されなかったのかな。愛されなかったのか、こう変なメンタルやられちゃったんですかね。そうだな、メンタルっぽいよな、メンタルっぽいですね。ビッグマネーっていうところもあれなんじゃないですかね。しかも自分以上に成績を引っ下げてくるわけですよね。そう、まあ確かにちょっと面白くないけど、うん、ここが一発屋になるかレジェンドになるかの差だよね。そうですね、そこから努力してバーディー路線を歩むか。そうそうそう、バーディーももうどんどん来る。センターフォワードよりどんどん行ってきた。バーディーこそどんだけ来たかってぐらい来ましたからね。このチーム俺だ、俺が王様だってずっと言ってますからね。やっぱ全然一発屋じゃないよ、はい、冒頭はなぜ血迷ってたんでしょう。いや俺もそう思った。ただね、あのミッチ選手こういうこともあったらしいです、はい、クラブは僕らに睡眠計測バンドを配り、ミーティングで全員の数値を見せてくれた。大体みんな深夜0時には寝てる中、一人だけ3時間しか寝てない選手がいた。それがミチだった。その後発覚したんだが、彼は午前4時までプレステをやってたらしい。いつからそんな生活をしていたかわからないが、確かに練習では目が腫れてて眠そうだった。スペイン代表に選ばれるくらいの能力を持っていたので残念で仕方ない。これはもうメンタルでしょうね。ボニー来てちょっと興味なくなっちゃったんか、はい、多分追い詰められちゃったんじゃないですかね。もっと結果出さなきゃいけないとか、僕は誰からも信じられてないんじゃないか。そっちの方向にな、プレステは悪くないですね、これはもう、うん、そうだった。プレステは一切悪くないです。プレステはこう合法のクッですから。じゃあ大丈夫、深夜のプレステは合法のクッ、僕は持ってますから、これ大丈夫です、ね、これセーフですね。ミチュー自身のメンタル、そして周りがそこに追い詰めてしまった、ここですかね。そうだな、やめたそうですね。確かに、あ、俺つかもう手握ってるね、ミチュー。ミチュも握ってる、これ握ってますね。無意識で握ってるね、これ握ってますね。やっぱ握りやすいんでしょうね。まあでもスウォンジーレジェンドですから、彼は。そうですね、一発屋ミチ選手でした。いやー、お疲れ様でした。じゃあ最後3人目は、はい、元マンチェスター・ユナイテッドフェデリコ・マケダ選手。いろいろ悩んだ結果、そうですね、これは賛否両論でしょうね。本当の意味で一瞬で燃え尽きた男、はい、本当に一瞬で燃え尽きた男、マケダ、これは間違いない、うん、この方1991年イタリアローマ生まれの30歳、はい、185cm フォワード、長身フォワード、あるあるかもしれない、あるあるですね。現在まだ頑張ってます、パナヤコス、プロ通算316試合82ゴール20アシスト、もうイタリアアンダーでは常連、24試合、うん、彼のキャリアこんな感じです。17歳でユナイテッドデビュー、4試合2ゴールからのレンタル移籍、
ですね、もうずっと、うん、でまあフォワードとしてはね物足りない。バーミンガムで初めて逃げた行くもうまくいかず、うん、まあ、この後、まあ、パナヤコスで結構安定して今もいるから、うん、3シーズン目頑張ってるらしいですけど、うん、まあ、17歳。そうですね、だからこの一発屋の賛否両論はここでしょうね。先ほどまで議論してたこの徐々に下積みからのポンポンが彼にはないっていう、ぶっちゃけこの負けただけで動画1個語れるぐらいなんですけどそうですね、負けだを特集した方が面白いかもしれないです。彼の一発は本物の一発、もうマンチェスターユナイテッドの歴史に残る一発ですからね。プレミアリーグ史上に残るんじゃないですかね。そうですね、ワンアクションって言って一発なのかワンアクションなのか分かんないですけど、本当に一瞬。プレミアリーグ2008年2009年、負けたデビューマッチ17歳。でこのシーズンはですね、ユナイテッド、リバプール、チェルシーの三つどもえタイトルレース。ユナイテッドは第22節で初の首位奪還。見てくださいこのタイトなレース、いいですね、競ってますね。ね、22試合でこれはね、うん、たまらないですね。29節リバプール戦ホームで大惨敗、あ1-4ですよ。もうこのシーンはリバプールファンおなじみの、はい、そうですね、ジェラードがキスするやついいですね。これイケメンが映ってますね。イケメンがイケメンいますね。いますね。やっぱトーレスはぼやけてもイケメンですね、これは。もうビンビンのトーレス先生、ビンビンの方ですね。ビンビンのジェラード 4-1、 いや素晴らしい。でまさかの次の試合もユナイテッド負けまして、はい、0-2。終盤でまさかの2連敗。勝ち点7まであったリード1点まで縮まると。ここですよ、2連敗。帝王にしてはおかしいですよね、この終盤。そうそうそう、帝王時代ですからね。帝王時代の2連敗なんかちょっとないですから、うん、今のシティみたいな帝王感だからね。まあメンタルはもっと強いというか、もうメンタルモンスターしかいない集団でしたから。そう、うん、で優勝の仕方をもうコンプリートしてるみたいなチームが30節で2敗してしまうと。そうですよ、30節で2敗はなかなか。リバプール今クソ覚えてますからこれで。チェルシーも負けてくれたんだよ、はい、1点差まで詰まると、はい、この次アストンビラ戦、うん、絶対に負けられない勝たないといけないこの試合、はい、まあ、これ引っかかる可能性が一番高いんで、あ、皆さんこんなちっちゃくなってるかもしれないんで、はい、おい、いた、いや、みんないるよ。何、いいですね、オールトラフォード2連敗中の、お、ジェームズ・ミルナーさん、ミルナーさん、じゃあこれ俺もまだ見てないパスバックでロナさんですよ。やべえ、ロナさんやべえ、クソ覚えてんなこれ。確か水曜の朝とかだったんだよ。おお、カルー、ジョン・カルー。ほらこれでもうさ、あれ2連敗中だからね。来ました、初のベンチ入り。キャロック、バロナさんだよね。もう今も昔も変わんないこの勝負。ありえなかった。おお、フリード。これが帝王だって見せつけちゃってるのがありますもんね。ファーギーマジック、炸裂、はい、17歳衝撃デビュー、うん、結構ありえないよね普通に考えて。ありえないですね。でこの時だからヴィラもさ5位だったからさ、はい、チャンピオンズリーグ争いだよね。そうですね、絶不調だよなヴィラクソ絶不調のヴィラ、絶不調で負けられない試合でしたからね。ここも本当の賛否両論、本当に一発っていう一発でもこの7日後サンダーランド戦75分イン76分決勝だすごいっすね。2発屋かもね。2発屋ですね。2アクションですね。2ゴールです。で、優勝すると、ユナイテッド。17歳。あれ前に出てきてますね。いや、めっちゃセンターだよ。はい。ファーディナンドより前じゃないですか。ベルバートフより。いますね。ど真ん前じゃないですか。いや、でもさっきのこのロナにこういう感じもなんか、17歳感はないよね。ないですね。
でこれね、はい、そうヴィラ戦が初のベンチ入りだったんですよ。すごい、すごいよね。結局このシーズン何ゴール取るんですか。これ2ゴール4試合2ゴールです。もう両方とも決定点決勝ゴール決勝ゴール半端ないよ。でこの後5年契約交わすんですよ、この3ヶ月後ぐらいに、はい、この5、6年前に17歳のロナウドが来てドッカン行ってっから、うん、イタリア人の17歳、ユナイテッドまた来たじゃんと俺めっちゃ覚えてる、うん、で5年契約を交わす もうずっとレンタルですよ。これに関してね本人こう語ってます。あそこにいるだけで満足していた、監督の信頼を得ていると感じていたから努力を怠ってたのかもしれない、人生に満足していた、大型契約に満足しすぎていたのかもしれない、もっと自分を追い込むべきだった。いやなるほど、心に染みますねこれも。こういうことですね、はい、渇望しろってことですからね。その渇望できたのがロナウドだよな。そうですね、渇望の名人ですからね。変態だよな、もう境地ですよねきっと。ロナウドはもしかしたら足技とかじゃないのかもしれないですね、はい、渇望っていうのがこうパラメータでこう伸びてんでしょうね。ということで、なかなか渋かったですね。まあ一発屋となると渋くなるよ。渋いっすね。まあただやっぱこう1シーズンの一発屋たちと、本当に1ゴール、はい、2ゴール、本当に一瞬の負けた。うん。多分ね、3人ともそのクラブではめちゃめちゃ今でも愛されてんだよね。うん。ベンジャーニはもうポーツマスレジェンドで、ミッチはスポンジーレジェンドで、はい、多分ユナイテッド選手も負けたのこと悪く言う人、一人もいないと思うよ。あんだけ華麗なゴール決められたら言えないっすよ。でまあ冒頭でトモが言ったように、はい、一発打ってからでもずっとみんなそのままキャリアは続いてるんだよね。そうなんですよ、基本的に一発の方は下積みしてちゃんと技術とか、うん、いろんなものを踏み台にして一発当ててから、そこからそれでまたこうちょっと食っていくっていう、うん、その流れを僕は一発屋と呼びたいと思ってるので。そうだね、だからみんな結構有名だもんな。はい、有名ですよやっぱり。あとみんなフォワードっていう、これはまあ俺10人ぐらいリストアップしたんですよ、はい、でみんなスタッツとか見て、まあ、こうなったんですけど、やっぱみんなフォワードでしたね、うん、じゃあ一発屋特集でした。結構やっぱね賛否両論なんで、皆さんの意見もコメントでこいつだったんじゃないかと、あと私のバーディー発言にはもうお叱りのコメントをたくさんお寄せくださいまた血迷ったコメント、血迷ったコメントを深く反省しております。そうだね、バーディーもあの同じみたいにこうスタッツ見せたら全然一発屋感ねえよ、はい、絶対もうコンスタントに取ってる男だよ。途中までなら一発屋になるかもしれないですけど、その後見たらもう血迷ったコメントをしてしまい、大変申し訳ございませんでした、はい、面白いと思ったらぜひ hit that like button、 subscribe お願いします。では Thank you very much for watching、 Be much more. Be passionate. See ya. ありがとうございました。